はい、こんにちは、ピーゼロです。本日はですね、久しぶりに自作のね、動画を持っていきたいと思います。こちらですね、正式名称は 109MS109A ゴブリンという、そんなモビルスーツなんですよね。これはね、普通に出ては来ないかもしれないですけど、近藤和久さんのジオンの最高っていう漫画があるんですよね。最高っていうのは再び、起こるっていう風な、字を書くんですけれども、一旦負けたジオンがですね、もう一度復活しようという、そういう風な、テーマだと思うんですが、書籍漫画が出ております。その中に登場する機体なんですけれどもね、なぜこれを選んだかというと、好きだからなんですけれども、形もですね、ちょっと丸っこくて可愛らしいで、よく見ると、ドムのような感じもするしね、形状的にですね、ちょっと魅力的なものを感じまして、これを選んでいます。で、その関東の部分にですね、カラーではないんですけれども、ちょうどこのゴブリンのですね、絵が、今のコピーしたものなんですけど、その絵が描かれておりまして、それを参考に作ってみようということです。で、フィギュアの制作方法でやっています。で、これは一番下にあるのは10センチ角の MDF の板ですね。これはダイソーで売られている5枚組セットかなんかで売られている MDF です。そこに穴を開けましてね、3ミリのアルミ線と2ミリのアルミ線、1ミリのアルミ線などで作った骨組みですね、これにマジックスカルプパテで、今ね、肉をつけていこうというところですね。これちょっと今パテ練ってますけれども、あの針金ですね、あのままじゃちょっと使い物にならないです。で、あそこにですね、もう1ミリ線でちょっとぐるぐる巻きを作ってやります。なぜこれ作るかというと、要はパテがですね、スポスポ抜けてしまうわけですね、棒のまんまだと。ということで、滑り止めとして、このせーのはっということでこのようなね、パテの骨をね、骨に肉をつけてやってるわけですね。で、部分的にこの、切れ目入れてやりますんで、多少は動くようになっています。こんな感じクリクリは動くんですけど、しっかりと90度曲がるかというとそこまでは曲がらない、そんな感じですね。で、足りないのでもうちょっと足そうということです。で、後々これ分割するときに切断しますので、そんなにぶっといやつは入れないんですけど、2ミリぐらいが一番いいかなと思います。はい、これはふんどしの部分ですね。これはね、足のところを右と左に分けたいという目安もあります。ちょうどスカートでね、見えなくなるんですよね。はい、で、一旦土台から外しました。で、これ全てパテで作りますと、あまりにもそのコストパフォーマンス悪いのと、それから重くなりますので、そんなことはしませんと。中心に近い部分はですね、全部紙粘土を使うことにしております。で、これは木粉粘土ですね、ダイソーに売られている粘土です。まずこれを中心部分に盛り上げていきます。大体でいいので、コピーをですね、後ろにかざしながら大体の形を盛り付けていくという、そんな風にやっています。で、スカートの部分はですね、もう伸ばした木粉粘土を巻きつけて押さえ込んでいくと、もう畳み込んでますね。かなりここは強引だと自分でも思いながら巻いてはさらに、これさらにもう一丁上から盛り上げていく、押さえていきますので、下の方に粘土を逃げていくわけなんですよね。それをまた切ってはまた上に貼り付けて、これの繰り返しになるんで、結構強引にやっていかないとこと進まないっていうことなんですよね、こういうのってね。だから、乾いた後もですね、もうゴリゴリ削っていくんですよ。はい、形的にこんな風に雰囲気をつかみながら成形してまいります。だいたいスカートのその角度もこんなもんじゃないかなっていうところですね。下の方にこうはみ出てしまった粘土が出てるんですけど、あれもちょっと削んなきゃいけないです。ただね、木粉粘土は押さえるとズボッとこう穴が開くほどになりますので、ちょっとそれも難しいなということで、乾くのをもう待つしかないんですね。はい、で、こちらちょっと色変わったんですけど、これはね、石粉粘土、石粉と書いて石粉粘土っていうのかな、ちょっと読み方は分かんないですけれどもね、そちらの粘土にさらに上からコーティングをしています。これ石粉粘土はですね、今度ちょっと木粉粘土よりも扱いが簡単になってきます。
きめが細かくて、まあ、塗り込みやすいんですね。で水との親和性非常に高くてですね、ちょっと水足してやるとすぐに柔らかくなります。で全体の形をちょっと確認するために、まあ、仮にですけれどもシールドとそれからショルダーアーマーを作ってみました。はい、でこちらねトース缶というものです。以前の78ガンダム のバージョン K を自分で勝手に改造したやつがありましたけれども、その時に作ったトース缶という道具なんですけれども、これで水平線を書き入れることができます。あと垂直線も書き入れるんですけれども、垂直板を使って縦にもね線が入ります。まあ、これは何をするかというと、まあ、今これ適当にこれは垂直線入れてますけれども、こうやって垂直板にくっつけて線を引いてやると等高線が描けるんですね。先ほどの水平線との等高線のその違いでどこに分厚いところがあるかっていうふうなのを確認することができます。あと右と左の左右対称に、出すこともかなり楽になるので、まあ、こういうものを作ってるんですね。で線を描き入れて余分なところはカッターで取り除くと、ちょっと指を怪我しないようにですね、きれいに取っていきます。はい、余分な部分もちょっともう綿抜きをしているわけですね。で内部はねなかなか乾きが悪いので取れる時はもう取った方がいいと思います。で石粉粘土のところは非常に加工しやすいので、まあ、鉛筆で、引いてどこが余分か足りないかっていうのを把握しながら削ったり盛ったりというところです。この作業が一番長いんですよね。で消えてしまったらまた水平ラインを入れたり、位置と厚みの確認をしています。で石粉粘土のその加工のしやすさからですね、まあ粗めのペーパーです。これ120番のペーパーなんですけれども、スティックヤスリというのが、スティック状のペーパーで、削っていってやると、そうするとかなりねまあ、キメが細かいのでツルツルとは言いませんけれども、ね、ちょっと毛羽立ってるんですけれども、ある程度の平面が得られるということですね。はい、で形状の変更ですね、足さなきゃいけないところと削らなきゃいけないところですね。モーターツールでですね、あそこはまあ削っています。で足に関してはですね、太もものところはまあ作る気はないんですけれども、まあ、見えてるところはある程度きちっとやってやろうとは思います。いずれ足もちょっと分解して、個別に作っていくだろうなと思いますね。はい、もうトース缶で線を引きまくりですね。とにかく右と左とそれから高さを合わせるということですね。左右対称に作っていくというのを心がけています。で石粉粘土のその追加の方法ですけれども、一旦こう水でね緩めてやるんですね。でしっかりと緩めてやって、筆で水をつけているわけですね。で柔らかくなったのが確認できましたら、さらに、ここにですね石粉粘土を柔らかくしたものをですね盛り上げてやると、これで形状変更ができるわけです。ただね欠点、これ簡単にこれ形状変更ができるんですけども、欠点としてはですね、やっぱりね乾くまで時間がかかるんですよね。固まるまで、ある程度固まってくれるまで最低半日はかかるんで、そうじゃないとですね、上からこう盛り上げた時にやっぱりブニュッとこう変形しちゃうんですよね。押したら押した分だけへこんじゃうからね。ということでちょっと時間がかかるなというので、まあ少しここはこう欠点かなと思います。まあ、時間が限られていますので、こんな作業をするのはですねなかなかちょっと難しいんですよね。ということで、まあまあいずれですね、ちょっとこの表面は多分エポキシパテかポリエステルパテに変更されるとというか、まあ、今もうそういう作業に移っております。はい、まあ、形状をよく見てですね、変更するべきところを追加したり減らしたりという作業を行っています。はい、それではね、今回のこのゴブリンのシリーズ、ゴブリンはですね、まあ、一発一回で完成させるのはちょっとさすが難しいので、まあ、ある程度できましたらまた追加で動画を足していくという、そういうふうなやり方にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ご好評ご感想などコメント欄で慎んでお待ち申し上げております。登録がお済みでない方はぜひそちらもご利用ください。それでは次回の動画まで See you next time.